トロロッソ STR には、スクーデリアトロロッソが2007年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。2008年の F1 世界選手権では、同シーズンのレギュレーションに対応させた STR2 バイトが、第5戦トルコ GP まで投入された。姉妹チームレッドブルレーシングの RB3 と共通デザインを利用しているが、デザイン供給元は、 レッドブルレーシングとは別会社のレッドブルテクノロジーで、あることとエンジンギアボックスが異なるため、コンコルド協定違反とは認められなかった。デザイナーはエイドリアン・ニューウェイ。シーズン序盤からリタイアが続いたが、終盤の中国 GP ではダブル入賞を果たした。太字はポールポジション、車地はファステストラップ。ドライバーズランキング STR2 バイト標準液の。 装着、ドライバーシートのサイドプロテクターの大型化などの、レギュレーションに合わせた改良が加えられ、STR2 バイトとして投入され、引き続きフェラーリエンジンが使用されている。ポイントは開幕戦オーストラリア GP での7位入賞のみで、第6戦モナコグランプリに、STR3 が投入されるまで苦闘していた。太字は、ポールポジション、車地は、ファステストラップ。ドライバーズランキング。 ありがとうございます。